はい、こんにちは、ショウタです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。昨日の動画で、レードが1900に乗って順位がまあ120位ぐらいかなになって、おーって気持ちになったんで、サブロムも今季はちょっとやろうかなと思って、昨日の夜ね、ツイッチで3時間ぐらいかな枠取って、結構苦戦しながら、スーパーボール級の7とかかな ?1 ヶ月ぐらいその開けてたロムを、一応マスターボール級まで上げてきたので、まあサブロムもね、上げていこうと思います。で、この相手には、まあ、無限ダイナは絶対投げたいかな。レボルトが結構きついから。で、ヌオーいないとザシャン止まんないでしょ?ダイナ、ヌオー。ドヒドとかいないとミミッキ重いんだけど、ウツロイドも楽じゃないからな。無限大の一応、うつろ抜きだから、上からマジフレ打ってたりはするんだけど、ショックとかがきついでしょ?ダイナー、ヌオを、アット1で、いやだ、S バも普通にね、きついから、やっぱドヒドいないと無理あるな。いやまあでもラッキーいないと、ちょっとうつろいど、不安だな。ラッキーかドヒドなんだけど、ドヒドでいいか。なんか、エスバとミミッキ両方いるから。まあでもそこはヌオーでもいけなくはないんだよな。ただ、ミミッキのダイマックスが止まんないから、さすがにドヒドいないと無理だと思うんだよな。で、ウツロイドに対しては、まあドヒドイでダイマックス切って、ストリームで無理やり殺す話もあるし、まあなんとかちょっと頑張ってきて、まあ無限ダイナが上取ってるから、それを活かしていきたい。で、ボルトロスにはね、強いんですよ。前の動画で無限ダイナ僕使った時に、炎技の枠火炎放射で使ってたんだけど、こいつマジカルフレームも覚えるらしくて、明らかにこっちの方が強いよなと思って、マジフレにしてきました。多分ここ相手、即引きかな?ここでたくんで突っ込むのちょっと無理あるでしょ?で、ボルトロスよりこっち早いから、まあフレーム打っていいと思う。まあ、うつろが投げやすい場面なんだけど、あー、生拳なんだ。じゃあ毒でもよかったなー。これ相手無限ダイナ相当きつくない?まあ、生拳は殴ってくるポケモンじゃないから、耐久ダウンは関係なくて。ここ毒に移ろう。いやー、その辺は平気だな。オッケー、毒通るなら生拳関係ないから。こいつできればね、身代わりとかも入れたいんだけど、なかなかね、技スペが難しい。ただ技スペ難しいってことはいろいろ、なんか工夫のしがいのあるポケモンだから。まあなんか考えていきたいっすね。で、多分これ毒毒入れてくるってことでしょ?で、相手雑誌はいないわけだから、まあドヒドヒいて、あと多分、うつろいどだけ気をつければいいかな。エスバとミミッキュはドヒドヌオーっているから、かなり厚く見れてるでしょ?で、無限ダイナも別に、エスバに試練があったらそもそもドヒドでも無理なわけだから、それは考えないこととすると、対面から再生連打で、まあ、ナックル以外は大丈夫だったりするから、なんとか、なるんじゃないかな、みたいな。ここ水浸しでも何でもいいから無限ダイナもう一回投げるか。生拳からできることがなくて、で、こっち視点は、ウツロイドに引かれてたり、あとボルトロス出てきてるんだったら、できれば対面合わせときたいんだよね。後出しから相手するのちょっときついから。まあ、水浸しで釣ってくるのはちょっと、無理あるけど、まあ、それはしょうがないかな。で、こっこドヒド引きで。こうすればダイナもドヒドも一生毒ることないから、まあ、相手がいつでも釣れるんだけど。まあ、毒食らうより釣られる方がまだいいかな。引いた。ボルトロスかな多分。ボルトロス。で、初手で引いたのを見ると、いや、型わかんないな。スカフではとりあえずないと思うんだよね。メガネの線は全然ありそうなんだけど。ラス1がわかんない以上、ドヒドもあんま雑に動けなくて。匠に対して切りをして、殴ってくるターンに引きたいんだけど、素直に殴られちゃうとちょっときついな。ダイナ引くか。で、上からマジフレ入れればいいかな。匠あったら。そうすると、C1 段階上昇で抑えれるから。そっからまあ裏捨てるとか考えていいと思う。S が変わるポケモンじゃないから、おそらく。ダイマックス。ダイサイコやめてほしいけど、ダイサンダーだったら構わない、全然。
まあ、マジフレか。第3弾でダメージ弱く抑えれてるんだったら、マジフレから入っていいかな。あ、でも再生。いや、こっち上から動くから、さすがに、マジフレでいいね。何打ってくるかな。第3弾っぽいけど。草原。これ何読みなんだろう。これ、無限なら回復できるけどね。ヌオー引き一点読みとかしたんかな。まあ、裏にザシャンがいるんだったらザシャンがそれで通るかもしんないからっていうのなんかわかんなくはない気するけど。まあ、こっからこっちマジカルフレイムで。いや、無限大な回復できるわ。8分の1毎ターン回復するからね。マジフレで。そう、こいつね、マジカルフレイム入れると、めっちゃ、いいポケモンになるんですよね。この技多分、放射よりマジフレの方が、いいかなっていう。あ、まあ、アタッカーのメガネとかだったら放射とかの方がいいかもしんないけど。アタックから来る。まあ、これは C 下がってるから、次も、耐えれるので、再生とかをしていいかな。ね、草原破壊光線でしょ？これ絶対あれだよね。たくんでくるやつだよね。ここ再生でよくて。まあ、ダイアタックかな？破壊光線を打たせてしまえば、裏はドヒド、生光子はそんなドヒドで見れるから、ドヒドの方でいけるわけで。まあ、ここマジカルフレイムでもよかった。った話もあるけど、あー、まあまあ別どっちもいいな。まああんまり変わらないかな。なんかこの構築ね、ダイマックスできるポケモンが存在しないことになっちゃったんだけど、なんかまあ別に受かってれば負けないわけだし、それでもいいのかなとか思ってるんだけど、ダイマックスした時に強いポケモンもちょっと欲しいよねっていうね、気持ち的に。でこれ無限大なのが遅くなっちゃってC は1段階下がってる。匠にマジカルフレーム打っていいか。破壊光線打ったら反動あるし。ボールチェーンオッケー。まあ、裏、特殊型ならマジカルフレームが入るし、他はドヒド無道で、あ、ドヒドヌオーで受け切ればいいでしょ。ここ生拳なんだ。まあ、負けなそうだけど。これ、こっち多分一回ダイナ下げといった方がいいんじゃないかな。下がった S をね、元に戻したくて。ヒットポイントも保ててるから。で、たくまれても上からマジカルフレームね、C1 段階上昇で済むから。削ってさえしまえば、ダイマックス砲で殺せばいいでしょ？だから、一回ドヒド引いていいか。まあ、水浸しでも何でもいいかな、別に。これだったら最低でもドヒドに、ボルトロス合わされるだけだから、そんな大した問題じゃない。ね、生拳は再生で回復できるとはいえ、結局その毒の方がきつくなってくるから、限界があるから、まあ、チンたらやっていいかな。毒ダメ稼ぎにトーチか、まあネットでいいか。ボルトロス引いて焼いてくれたら美味しいし。まあ、どっちみち、水浸し食らった後に引くことになるわけだから、あんまり、バトン、安全にあれだね、交代できるね。再生バトン、毒水浸しか。珍しいな。ボルトロス。で、これは、無限大の受け出して、まあ、たくんでくるだろうから、ドヒドいらないって分かったら、この対面切りから入りたいんだけど、3体目がまだわかんないから、できれば残しときたいんだよね。おそらくたくんでくる。あー、ボルチェンなんだ。まあ、それは全然いいな。ボルチェン、草結び、破壊光線。メガネかなんかってことなんかな。わからんな。まあ、メガネならメガネで無限大な。強く出れるけどな、だいぶ。スカーフファンだったら、無限大で抜けてるわけだから、最初ボルチェンで良かったんだよね。だから、スカーフじゃないと思うんだけど。いや、ラストドヒドなら、まあ、肩次第だけど、ヌオーでも見れるから。まあ、一体相手殺せるんだったら、ドヒド死んでもまあいいか。剣舞から。
剣舞型なら、こいつ、ウドハンがなければ、ヌオでもいけるね。ウドハンだってとか、いやだから。なるほどね。キリオないと。前提。まあでもそれしかないかも。キリない前提で、ミミックで、全部ぶっ殺せるパターン狙うしかないもんね。で、まあこっからネットチャレが挟めるのと、次殴ってくるから、トーチカ合わせて毒入れると、待ってるだけで勝ちになるな。まあ、TOD で負けないわけだから、まあ、無理に行くこともないか。むしろ、ああ、まあでもダイナで上取れる。まあまあ、霧でいいな。普通にシャドウクロでも平気だから。あ、ウドハール危な。これは反動で削れてくれるから、弾も入るね。まあ、だいぶ楽なんじゃないかな。ここ、切り押したいな。切り押すか。殴られる分には、その次再生間に OK。GG。じゃあもう一戦いきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。これはね、サンダーは無限ダイナで見れないから、ダイジェット浮かんないんだよね。だから本当はラッキー投げなきゃいけないんだけど、ラッキーの通りあまり、スゴブル悪いな。まあ無限ダイヤ対面からだったらだいぶ悪くなかったりはする。で、これ絶対無動投げてよくて、いやーこれラッキーとセットで投げるべきか？熱風持ってそうだよね、雰囲気的に。無動ラッキー無限ダイヤってやると、S はだいぶ重いけど、まあ、残飯込みで、そこそこいける気はする。まあ、初手ダイナから入るのは確定でいいかな。で、ランドがまあさすがに一番ゲロだから、無動村に置きたくて。あと引き裂きになれる駒が。で、無動もいるからゴリランダそんな重く見なくていいでしょ。で、ランドロスも平気。ドヒドイで。S は重く見るんだったら、まあ明らかにドヒドイだね。ただ、ラッキー捨ててダイナって投げれば対面でもいけるか。ラッキーかなー。サンダーのためだけに、サンダーとまあダイナの、熱風のためだけに、ラッキー持っていくのもなー、ちょっとあれだけど。ゴリラから来る。これ素早さ分かるから、裏に通る技打ったりしてもいい。こっちの方が早い。毒考えるんだったら相手多分、引きなんだよね。マジフレから入るか。ネクロズマ出てくるんだったら、出てくる。ジャコやめてほしいな。ジャコじゃなかったら本当に何でもいい。ジャコ以外、ジャコあったら即負けなんだよな。C 下げて。下げて、ジャコやめて。オッケー。これ熱風ちょっとケアになってないか、これで。無動引き。で、ゴリラ、ネクロズマって見てるから、こっち無動相当大事に行きたくて。まあ、バンビーさんなんかな、本当に。さっきから、と思ってて黙ってるんだけど、そうなんかな。ただ、ゴリランダーは、そんなに、部の悪くない、打ち合いができるわけでしょ？こっち視点は。無限ダイナだけでも。ガチラスト次第なんだよな。いやー、これ、熱風多分あるんだけど、サンダーいないと思っていいかな、その2体だと。リュウマいい。ね、いやー、熱風がきついけどなー。まあ、ネックロズマ削るしかないか。頑張って。多分それが一番いいな。勝ったわ。OK、GG、お疲れ様でした。